富岡の街並みを眺めながら次の目的地クレープトットさんへ向かっております。マスターの新田さん、名前を統一して喋れなかったり、商品名を間違えてしまっていたりと、失礼いたしました。ご覧の皆様もぜひ温かい目で応援していただければ嬉しいです。ではどうぞ。で、ここがね、美味しいお茶が売っているお店ですね。取り寄せでも買ったりできるので、ぜひね、緑茶、あとは、抹茶オレだったりとか、ほうじ茶のもね、飲めますので、ぜひぜひね、こちらも寄ってみるといいのかなと思います。あ、ちょっと書いてあったほら。抹茶オレ、ほうじ茶オレとかね。はい。ぜひぜひ寄って、飲みながらね、歩いたりとか、まあもちろんゴミはお持ち帰りをいただくんですが、飲みながら歩いたりとかっていうのもいいと思います。でね、今ね、群馬県の富岡市の市役所の前に通ってきます。はい。でね、ここで俺は寄りたいところがあって、すみません、ちょっと若干寒くてポケットに手を突っ込んでおりますが、はい。行きたいところっていうのがありまして、あれ、聞こえるかな、少し音楽が聞こえますね。これ音楽だけカットになるかもしれないけど、はい。ここね、富岡の市役所に来ると毎日ね、毎日違ったお店が、お店を出店しております。はい。で、今日は私の、仲間であり、よく行く、なんか仲間ばっかり出しちゃってるけど、クレープ屋さん、クレープトットさんですね。こちら市役所の方にお店が出ております。はい。ではちょっと交渉していきます。はい。では今ですね、群馬県富岡市にあります、今ね、移動販売で、こうやっておしゃれなすごいね、トラックで移動販売しておりますクレープトットさんに、遊びに来ております。はい。電話じゃねえや、また間違えた、これ全部使っていいからね。寒くて、はい、あ、大丈夫、今作業中、あ、大丈夫です、ちょっと蓋だけ閉めていいですか。はい。でね、もともとというかね、富岡市のもうちょっと西の方に店舗がありまして、でそちらでよくね、食べに行っていたんですけども、今は、毎週月曜日にこちら、富岡市役所ですね、市役所前にお店をこうやって、出してですね、販売しております。オーナー、はい、これ写していいですか。はい、どうぞ。料金表、はい。料金表こちらになります。はい。料金表というかね、あれですよ、材料入荷待ちだってね、そういったものもあるし、おかしいな、それはね、それはおかしいけども、いろんなものがあります。で、なんていうのかな、この俺の中の特徴なんですけど、ちょっとこっちいいですか。これこうやってね、チョコの可愛いのがね、乗ってるんですよ。みんな乗ってるの。それを楽しむのもいいし、あと季節によって全然違う味があったりもします。なのでそちらを楽しんでもらったりとか、あとはね、これね、ストロベリーパルフェ、噛んだけど、もうね、これ結構最近人気がありまして、私もいただきまして、すごいね、こう、なんていうんだろう、いろんな味が楽しめる一品となっております。でね、これ、画面映しちゃっていいです。あ、じゃあ、新田さんって言っちゃいけない？あ、大丈夫ですよ。新田くんでいいですか？はい。はい、じゃあ、オーナーの新田くんが、今日、私ラックマンに、はい、食べていただきたいパフェを作っていただきたいと思います。はい、クレープをパフェ出ちゃった、さっきそれ見たからね、パルフェ見たからね、ごめん。寒くてね、ボロボロか。はい、クレープ、今いちごが、はい、富岡さんの弥生姫っていう、弥生姫、はい、はい、美味しいいちごを入ってるんで、はい、それと、いちごカスタードっていうメニューを、はい、食べてもらいたいなと思います。ありがとうございます。じゃあいちごカスタードのカスタードといちご抜きでお願いします。わかりました、クリームのみってことでいいですかね。いつまでこんなくだらないことを言いながらやってるんですけど、じゃあいちごカスタードパフェ、パフェじゃねえわ、クレープお願いします。はい、かしこまりました。はい、で、この、このね、画像にね、店舗の外なんですけど、ちゃんとこうやって作ってますよっていうのが映っていたりします。で、なんだろうな、本当にちょいちょい来るんですよ。ちょいちょい来るっていうか、おかしいか、常連とは言っちゃ申し訳ないのかな。でも常連さんですね。
へえ。はい。あ、ありがとうございます。ねえ。よく来てくれますね。はい。ダメ？正月も来てくれましたもんね。来ました。もっと来いって話かな。いやいやいや、全然。でも常連さんだと例えばどのくらいのペースで来るんですか。結構コアなお客さんは本当に、うん、もう 毎週来ますね。毎週。うん。いいね。まあ確かに毎日っていうのはさすがにね。毎日の人はいないです。さすがにね。うん。ねえ、でもすごいですね。こうじゃあ俺も毎週来なきゃいけないかな。常連さんになるためにね。あ、今の分かったでしょ。じゃあ作りまーす。はい、作ってまーす。じゃあちょっと、作ってるのを映しまーす。すっげー、すげー、すごい、すごい寒い。完成よ。もう少しで。おー、すごい。上に何か乗るよ。何が乗る、何が乗るんだろう。プレゼントが来たよ。プレゼントボックス。いえ。はい、こちら。ありがとうございます。はい、じゃあこのね、いちごカスタードを食したいと思います。はい、ということでね、こちらトットさんの、クレープ、このねカスタードストロベリー、商品名違ったらごめんね。はい、をいただいていきたいと思います。まずはこのね可愛いチョコレートなんですけど、ででん、プレゼントってこうやるんだっけ。こうやるんだよ、プレゼントってことで。いただきます。もう食べちゃうよ俺。うんうん、うまい。ホワイトチョコ久しぶりに食べた。じゃあいただきますね。まずはね、このおしゃれなやつを、やばかなくていいや。じゃあ早速いちごのところからいただきます。うんうんうん、あのね、生地がもっちもちで、もちもち、あー、やっぱね、このいちごがうまいっすね。うまい。いちごの酸味とこの程よい甘さのクリームがベストマッチしてます。でもってあのカスタードクリームが入ってるから、より一層ね、あのまとめてくれるっていうか。他にもいろいろあるんですけど、今日はねこのストロベリーのクレープをいただいてます。いつも思うんだよ、どうやって食べるのみんなこれ。絶対こうなるんですよ、食べ方に迷うの。クレープの正しい食べ方教えて誰か。分かんなくない。俺だけ。でもね、こうやってね、いただいて、このまま全部食べちゃうんだろうね。なので、ちょっとこれはもう食べかけだけども、本当にね、このいちごが今旬なので、いちごのこの、酸味と、甘さのあるこのカスタードを合わせて食べるとすごい良きね、バランスの取れた、クレープトットさんのこちら、こちらって言うともう食べかけだからあれだけど、クレープをねぜひお買い求めに来てください。はい、ということでね、美味しいクレープをいただきました。改めましてクレープトットさんのマスターでーす。はい、こんにちは、いらっしゃいませ。はい、ということでね、最近人気が出てきたけども、もっともっとたくさんの人に、人気が出てもらいたいお店を紹介させていただきます。はい、クレープトットのマスターで新田さんです。はい、こんにちは。よ、イケメン。キスマークが大好きなイケメン。キスマークついてないですからね。スノーボードのさ、メーカーの話じゃなくて。はい、あ、そうだったんですか。キスマークってほら。こっちじゃなかったですか。ちょっと違う。あ、そうなのね。もうやばいですね。キスマークとかのメーカーのやつ使ったらなんか恥ずかしいですね。なんで恥ずかしいのよ。それはキスマークさんにね、あれじゃん。はい、ふわっとしておりますが、ふわっとしたような、ふわっとしたふわふわな生地がね、すごい美味しいんですよね。はい、もちもち、ふわふわもちもち。はい、群馬の地粉を使っていて、うん、
地粉、はい、群馬産の地粉を使ってて、はいはい、味も良くて香りも良くてもちもち、もちもちで、うちちょっと焼くのも結構こだわってるんで、はいはい、結構焼き目つけてる方なんですよね。あ、確かに、はい、ね、厚みが少しあって焼き目をちゃんとつけてる。その焼き目がやっぱ旨味なんで、うん、うちはそここだわってるんですよね。いや、確かに食べるとね、すごいこう香ばしさというか、はい、焦げ目がしっかりついているから、なんかなんて言うんだろう、あの目でも楽しめるし、はい、うん、で香りも、先ほど言った地粉のね香ばしい香りと、あとクリームとかね、その甘みとかが全部こ こうまとめてくれる。そうなんですよ、はい、全部バランスなんで、バランスなので、はい、自分が美味しいなって思える、はい、そのバランスで、あの必ず作るようにしてます。うん、じゃあ今日はね、そのね、企業秘密のバランスをなんと今日は教えていただけるということで教えません。はい、勉強したね。はい、ということでね、ありがとうございます。あの、もしよろしければ何か、リスナーのね、皆様に宣伝をするようなことがありましたら、はい、ぜひ。あ、そうですね、はい、インスタをメインでやっているんですが、はい、インスタから、まあ、クレープトットっていうんで検索していただくと、はい、まあ、情報が、出店情報が、これからの出店情報が分かるという。カタカナでクレープトットで出ますか？あ、出ますね。あ、出るんですね。はい、はい、ぜひね、フォローしていただいて、フォローバックとかすると時々ね、フォロワーさん限定のイベントがあったりとかもします。私それで実はトートバッグが当たったことがありますので、はい、そういった企画とかもやってるマスター、はい、ね、マスターをよろしくじゃなくて、マスターよりもマスターとお店と、こんな、ね、こんなトートバッグ、はい、ちょっとちっちゃいけどね。ん？あ、ちょっと小さいですけど。小さい？はい、小さくなかったですか？いや、でも俺、じゃあほら、サイズによって使う用途が違うから。だから俺は小物入れたりとかするのにも、あ、ちなみに CD ケースを入れるのが、はい、俺はちょうどよかったです。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。はい、というね、クレープトットさん、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、どうも、楽しい心をみんなと共にラックマンです。この番組、ご視聴くださいましてありがとうございました。ぜひ、よかったよという方は高評価、そして、興味があってまた見たいなという方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。で、ラックマンのこと何かね、ちょっと気になるなという方はラックマン群馬で検索をしてみてください。何かしら聞こえたと思います。はい、でね、今後もたくさんの群馬のいいところを紹介できたらなと思っていますので、ぜひね、ここにも行ってほしいとか、そういったものがありましたらコメントの方にどんどん書き込んでください。はい、ということで、今後もぜひ一緒に楽しんでいきましょうということで、みんなに届けラックパワー、またねー。